はい、アグラキャント駅着きました。今6時40分ぐらいですね。あと50分ぐらいで発車時刻なので、ちょっとしたらもう中入っちゃおうかな。中入って、列車を待って乗り込みたいと思います。駅前こんな感じです。おお、朝日がこんな感じです。アグラキャント駅こんな感じなんです。寝台列車到着した駅なんですけども、あの時ちょっと若干映したかな、ホームは。それほど巨大な駅という感じではないです。今日今乗るやつはデリー行きのなんていうのかな、特急列車みたいな感じかな、なんとなく。あ、売店とかも出てるんですね。あ、お店もある。あ、綺麗なお店もあるじゃない。待合室もありますね。で、今のところ今日の列車も遅延なしで来てくれそうな表示になってます。列車に関しては今のところ順調ですね。遅れはないです、ほとんど。あ、昨日の寝台列車到着がちょっと1時間40分とか遅れたかな。7時半発になってる。5分早まってますね。時間変更とかは若干あるようです。2番線プラットフォームもう来てますね。多分これだろう。で、多分寝台列車のあれ同じ車両で、多分早いもん勝ちになるのかな。一応指定の 席の指定はあるみたいなんですけども、座ったもん勝ちみたいになる感じがなるような感じがします。乗っちゃおうかな。じゃあ早速と違ったみたい。駅員さんに聞きました。さすがにちょっと早いのか。今30分前ですからね。これの後の列車みたいです。じゃあ待ってよ。ちゃんとベンチもあって、水道がある。で、プラットホームにキオスクみたいなのも入ってますね。あんまりこうゆっくり駅を見れることがなかったからちょっと楽しいな。あっちにもやっぱり車両は全部あれなんですね、寝台で乗った時の。へえ。で、中もさっきちらっと見たけど、僕らが乗ったようなベッドがついてる、車両もありました。でも多分でも昼間はベッドが片付けられて座席になってるんじゃないかな。昨日一昨日乗った寝台で初めて気づいたんですけど、この上のこういうやつにちゃんとトレインナンバーとかコーチナンバーがちゃんと書いてあるんですよね。あれを見て車両の位置をちゃんと確認すればよかったんだ。1回目に乗った時の寝台はちょっとそれに気づかなくて、まあ、あったかどうか見てなかったけど、これはちゃんと事前に確認しとけば、直前に列車が着いてからバタバタする必要もないと。なので2回目に乗った時は結構もうすぐにすんなり場所が分かったので、ちゃんと乗れましたね。今貨物が走ってますね。車両をね今探してるんですけど見つかんない。反対側っぽいな。掲示板ですね、プラットフォーム前もってもうそうですね1時間4、50分前には出てんのかな。結構前から表示出るんですけど、あれこの間の寝台列車は実際表示されてるプラットフォームと違うプラットフォームでしたね。確か向かい側の隣の向かいに止まってた車両が本物の僕が乗る車両だった。それは駅員さんに聞いて分かったんで、実際もう人に直接聞いて、人にっていうよりはそのちゃんとした職員さんに聞いて確認するのが一番かもしれないですね。
あの電光掲示板を信用するのは、できないかもしれない。一応参考までにあれの通りに来ておいて、早めに着いて、そこから職員さんに確認するっていうのが一番安全かもしれません。どうやらまだ表示が出てないみたい。ちゃんともっとギリにならないと出ないのかもしれないですね。全部表示がバグってたり同じ表示になってたりするんで、直前ぐらいにならないともしかしたらあの表示は決まらないのかもしれないです。ちなみに今回は、この間の予約、昨日の予約でエアコンの席が取れなくて2等席が取れなかったので、満席で SL クラス初のエアコンなしの車両になってしまいました。ちょっと心配ではありますけども、まあデリーまで4時間ぐらい、エアコンなし車両に乗ってきます。列車来ました。やっぱり5分前ぐらいになってようやく表示が出ましたね、車両ナンバーの。あ、こういう感じなんですね、なんか汽車みたいな。あ、でも後続車両は一緒だ、 A1 とかね、表示が出てるんですよ。で、SL なんで多分端っこの方かな、だいぶ歩くかもしれない。うわー、マジか、こんなんか、多分こんなんですね。この辺に乗っちゃうかも、わかんねえけど。 SLR っていうのはないんだよな、 SLRL っていうのは。ごちゃ混ぜです、ごちゃ混ぜ。荷台に乗ってますみんな、これは参った。どうやらこの車両みたいです。エアコンなしだから多分合ってると思う。56なんで僕2段ベッドの上です。まさかの寝台だったんだ。いや、どうもおかしい。これエアコン効いてる車両なんでやっぱ違ったみたいなんですけど、もう一回ちょっと係員、乗務員に確認したら、なんかよく分かってくれなくてですね、みんなちょっと首かしげちゃうんですよ。でとりあえず番号はシートここで合ってるんで、多分車両違いだと思うんですけど、どっかからやってきた寝台列車っぽいんですよ。でもう寝た後みたいになってて、みんなとりあえず空いてるからここ座っとけみたいな感じで言われて、とりあえず今2段ベッドの上にいますわ。下もね、下ももう人がいなくなってます。結構もうみんな降りて、あと残ってる 人だけいるって感じ。まあいていいんだったらいいんですけど、4時間あるんで、まあこの車両だったら大丈夫かな。さっきのとこだったらちょっと大変だったけど、あの本当に現地の人しかいないようなぎゅうぎゅう詰めのとこで、でもお前本当にこの車両かみたいな感じで言われてですね、チケット見せたら違うって言われて、スリーパーだから寝台車両だってことになってこっちに来ました。取れてなかったので、あ、まあ、まさか横になって寝れるとは思ってなかったんで、すごいありがたかったです。貴重な睡眠になりました。今列車の中はかなり空いてますね、この車両の中は。相変わらずスカスカです。こんなに空きがあるのになんであんなにチケットが取れなかったのかよくわからない。出発はですね30分ぐらい遅れました。8時5分、8時5分に出発したのかな
なので到着も30分ぐらい遅れる。あ、ってことは、もうすぐ着くのかな。もうすぐ着くのかもしれないです。あ、でもあと1時間ぐらいあるかな。11時35分着予定だったので12時着になるんで、で、寝台列車と同じように物売りもやってきます。コーヒーとか、あとはおそらく食べ物だと思うんですけど、言葉が分かりません。コーヒーとかティーとかだけは分かります。あとはチャイとか。ほとんど僕が乗った寝台と変わんないような気がするんですけども、この号車がクラスが違うのか、古さが違うのか、ちょっと若干作りが違いますね。あのはしごとか、はしごの作りがちょっと違ったり、あれは合ってるかな、あれもちょっと違いますね。ペットボトル入れれるようなやつとか。でも扇風機は相変わらずついてたり、エアコンはちゃんと回ってます。あとは電源もついてますね。各スペースにちゃんと電源もついてます。最後まで自分の本物の席は分かんなかったんで、すっきりしないですけど、まあいいかっていう感じですね。何でもありな感じがする。でも自分の席分かんなかったの初めてだな、寝台列車で。なんか表示がね、表記がなんだっけ、 RL なんとかっていう席だったんですよね。ただ SL クラスだったのは間違いないんで、この車両ではないんじゃないかなと、まあ予想をしてます。あとは初めてこっち側の一人ベッドみたいな感じの、この下にも段、2段目下の段のベッドがありますけども、僕ずっとそっちだったんで、そこかもしくは下のそっちかだったんですけども、まあここのね、下のこっち側も良かったです、白くて。ただ3段の時のこの一番上、あれはもうね、もう乗りたくないです。相当疲れてて寝るだけじゃないと厳しいですね。でこっち側の一人、ここはね一番いいですよ。今ちょっと昼寝っていうかね、仮眠をしただけですけども、すごい快適です。まあ上はちょっと曲がってるんで、こうカーブしてるので、起き上がるのはあっちの方が楽かもしれない。2段ベッドの、あっちの席の方が楽かもしれないけど、まあ天井だけちょっと我慢すれば、まあこの辺だと完全に座れるんで、こういう感じで、まあ、寝てました。こういう感じの上に寝てました、僕は。はあ、ちょっとね、しばらく止まってます。このインド国旗が同じです、寝台列車と。一つ前にと思ってトイレも今行ってきましたけど、ほとんど変わらないです。作りはもう一緒ですね、完全に。あ、これがこの間の寝台列車の従業員のおっちゃんが寝てたベッドです。こういう感じなの。ここに多分毛布類とか入ってるのかな。毛布、ここは毛布じゃないか、備品がでも入ってるんでしょうね。上部毛布がちょっと見える。こっち側なんもないんだ。で水道もねちゃんとついてて、まあ使わないです、もう一切。ホテルの水道も使ってないし、喉をやられましたんでね、ちょっと何かとやっぱお金がかかってくるな。ミネラルウォーターとかはまあ安いからいいとしても、薬がね必要になったり、あとは蚊の事件の
蚊対策のグッズも買わなきゃなんないので、その辺結構お金かかりそうだな。あ、もう少しで、まあ30分ぐらいかな、到着すると思うんで、待ちたいと思います。着きました。ニューデリー駅に行きたいんですけど、ちょっと手前の駅ですね。多分これ普通の列車に乗らなきゃいけないかな、乗り換えなきゃいけないかもしれないですね。はい、着きました。名前、駅の名前が分かんない。